どうもこんにちは。こんにちは。ピカイチ野菜くんスタッフ、ハセとピキチです。イエーイ。ピカイチ野菜ポケット7月号スタート。天の声は私、ホーリーが引き続き担当します。いやー、暑くなってきましたね。そうですね、暑いですね。こういう時は冷たいものとか、まあ、いや夏ですからね、夏の野菜とか取っていきたいですよね。涼しくなりたいですね。夏バテには気をつけてくださいね。夏といえば、あのこんなリクエストがいただきました。どうぞ。静岡県 M さんからのリクエスト。いつも楽しく動画を見ています。大根おろし、とても参考になりました。そこで思ったのですが、これからが旬の枝豆って絞ってみたらどうなるのでしょう。そのまま食べても美味しいのですが、ペーストにしたり何か手を加えて楽しみたいのです。参考までにぜひ試してください。よろしくお願いします。お便りありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、夏の食材枝豆を使って、せっかくなのでずんどん餅を作ってみたいと思います。お、いいですね。はい、こちらに枝豆を用意しました。はい、でこの枝豆を入れていきたいと思います。じゃあスイッチオン。出るのかな。出るか、出るかな。出るでしょ。大丈夫。あ、出た出た出た。あ、出ました。はい、あ、出てきましたね。あ、いい。おいしそう。汁は出てる。汁はね、そこまで出てない。あ、いい感じではないですか。汁全然出ないね、これ。あー、出ない。絞り終わりました。イエーイ。汁は全く出ませんでした。ないですね。このままだとまだ味がしないので、砂糖を混ぜながらペースト状にしていきたいと思います。すりつぶす作業って結構時間もかかりますよね。体力も使うのでなかなか気が進まないですね。スロージューサーで絞れることが分かったところで、おやつに嬉しい自宅で簡単ずんだ餅、あなたもいかがですか。出来上がりです。待望の実食。ずんだ初めてなんですよ。あ、本当ですか。うん、初ずんだ。いただきます。初ずんだ、いただきます。お味はどうでしょう。結果、スロージューサーでずんだは作れました。よかった。美味しいですね、はい、普通に美味しかった。ちょっとパサパサなので、何か水分を入れてみた方がいいかもしれないです。うん、はい、はい、ピカイチ野菜ポケット7月号でした。ピカイチ野菜ポケットでは皆様からの13に関するお問い合わせや、新しいレシピのご提案やリクエストなどをコメント欄にてお待ちしております。お待ちしております。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。お願いします。次回もお楽しみに。お楽しみに。 Twitter や Instagram などでもリクエストを受け付けしています。こちらもぜひフォローよろしくお願いします。